ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーを始めていきましょう。はい、リマッセ大阪ですね。これは絶対強い。強いです。ただ上と下との差が結構考えてますからね。これキーパーのグリフィン、これは強いですね。マーレー、深田、まあスタメンはみんな強いです。どちらかといえばディフェンダーのチームだとは思います。さあこれで、誰とやろう。とやって、さあ練習試合のスタートです。一応主力を外したメンバーで戦います。しかもめちゃくちゃ前出してます。どうなりますか。おーっと、簡単に壊れてしまった。あーっと、抜かれてしまいました。これは仕方ないですね。あくまで練習試合、課題をたくさんいっぱいいただくのが趣旨ですから、何点取られても関係ありません。しっかり決めてほしいな。甘くないのか。ファールです。さあ、ディートリヒが相手蹴ります。さあ、大鳥、ここ、おっと、大鳥抜かれてしまって2点目取られてしまった。サブの1点目だ。さあ、引き続き、幸子、これジャネットにうまく渡しました。やっぱり控えって言ってもそれなりの能力ありますからね、人によっては。まあ逆に言ったら抜けた選手がいないとも言えますけどね。超エースが2ぐらいですよね。おっと、これ抜かれてしまった。諸岡1対1取られてしまった。キーパーが、キーパーまだまだ頑張らないといけないです。時短な踏んでます。
さあ抜けたが、これはちょっとオーバーしちゃった。さあエリカにオサイドか。軽くオサイド。さあ新妻に渡った。ここキーパーがカット。4点目。さあここは1点返してほしいチャンス。ぶーっと背負コーダーディオチャンス。ファールか。出ましたね。ちょっと不思議なミス。さあ、ヒラリ。そこをクラリス。うまい縦パス。エリカ。ヒラリ、まだ拾います。さあ、コーナーキック。最後のチャンスでしょう。これで試合終了ですね。これは仕方ないですね。ボールの受け配率はそんな悪くはないんですけど、10個全部いただきましたね。大阪との公式戦です。大丈夫ですね。クラリスがやっぱり一つ気になりますよね。もう2回ってちょっとチャレンジしてみましょう。高さにいますが、それが果たしてどうなるか。いやさすがですね。大阪城スタジアムいますよ。大阪圧倒的な勝率です。
いい線、同点まで行けばいいとこかな。ただ、前の試合は、キャピタル東京勝ってますからね。内容では完全に負けてたんですが、1点差で、勝ちました。さあ、チャンス。ファールです。おっと、イエローカードが、まだに。ってしまった。サチコナイス。マドカ、さあこれ緑を即飛び込むが間に合わない。逆にピンチ、北原に回してしまった。キーパーここは捉えました。あーっと包み、おっと3対1で、これは本当にややこしいと思ってしまった。しかし取ってからも早いですよね。そう、ここを逃さないとばかりに、しっかりしかも早く決めてきます。これがやっぱり今トップチームの強さ。さあ、揺さぶりかけます。だるま。おっと、どよっと上がりましたが、ちょっと届かない。上から、挟む。さあ、だるま、これは夏木がキープしました。センタリング、これはうまい。緑同点。今日の2人の好連携でした。夏木が一気に上げて、これヒラリーからくるみ、ふわっとこれが見事。しかしこのヘディングでしっかり決めた緑も見事でした。1対1同点になりました。ゴールキープを意識してほしい。さあ逆サイドだが、これはハサミに捉えてしまった。早い、これ外に出ましたね。さあここ彩香がうまく拾った。左んとゴール前、ゴール前。さあゴール前の攻防、前半終了、1対1ですね。こちらの方が高いですよ。ボールキープがしっかりできてますよね。さあそして後半、ゆっくり攻めてます。この焦りがないところがいい。開始早々決められてしまいます。また筒井、筒井2点目。
したんですが、これはちょっと角度的に無理があった。さあそろそろ、まだですね、まだ疲れてない。あーっと、完全に弱くなっていた。そうですね、力の差が見えてきましたね。交代しに行かないといけません。7個で、これ7個の登場です。これ取られますよね。2本結構ゲット。危ない。こういうこぼれ球気をつけた方がいいよ。何個センタリング、ここかいくぐれ。さあ課題をいただきます。マーレおーっと深田ちょっとピンチだ。うまいなどか考えで当たってきました。ヘラリ、ヘラリ直接シュート、ちょっと遠い。早田、ナーコが拾いまして、センタリング届かない。さあこちら側の、ちょっと上げていきましょう。ボールになりました。これにあおっと、緑じゃない、緑だ、緑2点目。一瞬の隙をつきました。まだチャンスが、同点ならチャンスあるかも。一人しかいなかった。ちょっと精神的に沼瀬大阪響くかもしれません。しっかり取って切りたい。あーっと、これは厳しい追い込みだ。どっかが、これが無敵。相手ディフェンスは硬い。さあくるみ、オフサイドか。さあ試合終了です。リマッセ大阪は壁は厚かった。いきなり17分、一瞬のスピード見逃しません。速い、うまい、安い、なんでもない。ここで緑が2機、このコンビネーション、お見事です。同点に追いつきました。後半戦に入ります。その後半4分、いきなりこぼれ球、筒井が押し込みます。足が本当自在に動くっていうか、
AI でもついてんじゃないかっていう話ですよね。でもこれはちょっと無理があった。そしてまた無敵。完全にこれはエアポケットになってました。後半18分、ピンチは続きます。さあキラリーがこれはちょっと遠すぎるし力もない。そして後半35分、これですよ、緑が開いたところを君が上げて、ちょうどボールが来たっていう感じですね。さらに後半41分、北田が突っ込んできて無敵が小坂がここ北田にいたところを見事ですが、しっかり決める無敵、決定力を下がってとにかく強すぎますよね。まあ、2点取れたのはいいんですけど、決定力その他、